おみくじの意味を考えるということで、おみくじというものは、なかなか大吉以外はですね、お持ち帰りになられなくてですね、まあ、木に結んでしまう方が多いという、まあ、現実がございますが、必ずこう、何が書いてあるのかね、読んでいただければ、まあ、幸いと思います。まあ、運勢を引いた意味があるわけですよ。自分で、まあ、棒を引くタイプのものと、カシャカシャってやって棒を引くタイプと、自分でこう、手を入れてガサガサっとこう引くものがあるわけですけれども、まあ、他にもちょっとこう、個性的なものはあるんですが、まあ、ご自分で引かれたわけですね。これは何かの縁で引かれてるわけです。なので、おみくじというものは、まあ、自分が今、現状で引いた運勢というものを反映しております。なので、まあ、大吉を引かれなかった場合は、まあ、何かちょっと運が足りないんだなというふうに感じていただければなと思います。大まかに言ってですね、大吉というのが大体10%くらいです。で、中吉というのが大体、そうですね、20ぐらいじゃないですかね。で、末吉、小吉、吉というものがほぼ大多数を占めていて、場合によっては凶があるというのもあります。で、大凶を提供している神社も実はございます。なかなか少ないんですけどね。まあ、それでも、まあ、あるっていうことです。大凶を引かれた場合は、まあ、ご祈祷されていかれた方がいいと思います。何か良くないことが起きているのだと思います。で、おみくじというものはですね、まあ、どうしてできたのかっていうのも、まあ、なかなか知らない方も多いと思うんですが、通常は、要は、ご祈祷という形を取るわけですね。で、自分の運勢を向上させたりとか、あと悪いことがあったらお祓いをするとか、あとは安産祈願とかもありますし、交通安全祈願とかね、いろんなことで、健康とか、あと身の回りのことについて、やられる方多いんですけれども、その、まあ、一番こう、簡略化した形のものがおみくじというふうに考えていただければなと。なので、ご祈祷をしないんだけれども、自分の今の状態を客観的に見てみたいっていう方はおみくじを引かれるといいと思います。で、おみくじといっても最近は個性的なものがたくさんありまして、で、一番左側が鳩森八幡の鳩みくじです。鳩だけに鳩になってると。おしゃれですね。で、隣が獅子みくじ。で、お隣が桃みくじということで、この辺は岡山のものですね。で、通常のものとはちょっと違って、こういうようなものとか、あと、諏訪大社では翡翠みくじというものがあって、おみくじプラス、翡翠を持ち帰れるというようなものもあります。まあ、最近はいろいろなものがありますので、そういうもの、個性的なものもね、やられたら面白いかと思います。で、大吉だけではなくてですね、まあ大体大吉しかほぼ見ないと思うんですけど、まあ、吉とかね、吉とか何吉なのかとかしか見ないと思うんですけど、文面読んでますかと。文面を読んでますかということですね。で、大吉でも、実は、いいことと悪いことが書いてあるわけですね。で、一番左側のものですけれども、初めは危ない谷の小川の橋を渡るような心配事が、あるが、驚き、迷うことはありませんと。ちょっと待てと。大吉じゃないんですかというような、文面があるわけですね。こういうとこもちゃんと読んでください。後には何もかも平和に収まります。小さいことも用心していればよろしいですと。ということで、大吉なんですけれども、何か起きることもありますよと、こう注意喚起があるわけですね。ここも、まあ、気をつけてみてください。何か、そういうことが書いてあるはずです。で、大吉の場合は大体ほぼほぼいいことしか書いてないんですけれども。末吉とか、まあ、吉とかになるとちょっと悪いことが書き始めるわけですね。でも、それでも、いいことと悪いことが書いてあります。願い事、この大吉の分、左側ですね、一番左側のものでも大吉は、できかねるように器具を覚えるが、後ほど整うと。要は、できるかどうかはちょっと不安なんだけれども、まあ、後ほど大体大丈夫ですよというふうに書いてあるんです。だから、絶対大丈夫っていうことじゃないんですよ。
願い事が。ここもポイントですね。で、待ち人、触りあり、来たらず。待ち人来ないんですよ。大吉なんですけれども、待ち人来ないという可能性もあるというね。もうちょっと、どうなんだろうなと。で、失うもの、出がたし、下にありということで、失うものはほとんどないんだけれども、だいたいこう、探してみると、足元にとか手元にあったみたいな、そんな話が書いてあるんですね。で、飽きないは買うのは損を控えようと書いてありますけれども、要は購入するときに何か損をする可能性が高いですよということも書いてあります。まあ、大吉なのに結構、こうね、マイナスのことを書いてあったりするんですよ。で、縁談の部分に関しては、他人の、要は言葉に惑わされるなということで、自分を信じなさいということを書いてありますね。なので、このように、実は大吉であっても、いろんなことが書いてあるので、まあ見てください。で、実はですね、その、何回引いてもいいのかっていう話があるんですけれども、何回引いてもいいと思うんですが、ただ、大吉を引きたいがために何回も引くのはあまり得ではないと思います。その時のその時の運勢というものがあるので、それを引いた、なぜかその大吉を引かなかった理由があるわけですね。大吉を引かなかった場合は。それはそういう運があるということなので、そこは大事にしてほしいなと思うんですよ。で、ただし、その、大吉じゃない場合は、運が向上していって、ている最中であるという見方も取れるので、実際は大吉を引かない方がいい可能性はあります。ただし、大凶や凶の場合は、私個人的にはご祈祷された方がいいと思います。大吉は必ず何かあるはずです。その大凶を引いた何かがあるはずなので、滅多に引かないんですよ。大凶というのは滅多に引かないんですが、引かれた方は私も存じ上げないんですけれども、実際にはあるということなので、まあね、本当にこう、宝くじを当てるような確率だと思いますけれども、まあ、あるということで、それを引いた場合は何かあると思ってください。まあ、いろいろあるわけですね。大吉、末吉、大吉と、まあ、ちょっと並べてみましたけど、まあ、末吉もありますよということです。で、裏もある場合があります。ま、このね、表としかない場合と裏しかない場合もあるんですけれども、裏にもね、まあ、いいことが書いてあるので、まあ、裏に書いてあるものも読んでいただければなと思いますけれども。大吉じゃないからといって、木に結ぶのではなく持ち帰って読んでみることをお勧めします。基本的におみくじと言われているものは、まあ、木に結ばれる方多いんですけれども、これは、縁起を担ぐという意味で、その大吉以外は、結んでしまって、運が良くなるように、まあ、担いでいくというような、風習が、まあ、実際はあるんですけれども、まあ、それで、だけではなくてですね、実際にはその、内容を、まず読んでいただいて、読んでいただいた後に結ぶのはいいんですけれども、読まずに結んでしまうと、せっかくその自分が引いたものに対してですね、何かアドバイスをいただいているわけなので、そのアドバイスを活かせないっていうね。100円を入れた、大体100円だと思うんですけど、100円を入れて、引いたものに対しての、こう、ものがね、何もないという状況になりますから、基本的には持ち帰っていただいて、読んでいただければなと思います。おみくじというものは、今の自分の運というものを、状態化したものということです。なので、それを持ち帰りになられて、読んでいただければ、その時の運勢というものがどういう状態だったのかな、自分の状態がどういうことだったのかなというのが分かりやすいというのがおみくじということですね。なので、100円の価値も考えていただいて、100円の価値以上のものをお持ち帰りいただけるものが、おみくじというものです。長くなりましたけれども、ありがとうございました。